期待と絶望、宮本百合子。音楽に対しては全く素人であって、しかも音楽についてはある興味を持っている者の,の一人として、私は日本の将来の音楽的発達について少なからず希望を抱いております。音楽上の想像力も技術も、これから15年の後は、 驚くべき進歩があるでしょうしかしこの期待の一面には今日の音楽の置かれている複雑な社会の事情や音楽界の伝統習慣がすでに十分その困難性や多難性をも示し語っているように見えます作曲家たちが横着しているいわゆる日本的なものの再発見の問題には進歩的な文学者がそれにぶつかって 最も健全な人間的芸術的解決を見出そうと努力していると同じ努力が要求されている。今日、文化の全面にわたって生息している時代的な防不利的理論を作曲家たちも演奏者たちもしっかりした音楽的教養、人間としての判断力、汚れざる趣味で選択、批判していかなければならないでしょう。それにつけて、 音楽批評家の任務は重大と思われますが、率直なところ、私にはどうでもよく、従来の批評家というもののよって立っている必然性がわからない。ある一つの音楽界を聞いた聴衆として、一定の印象を受けて、かえって翌日新聞などを見ると、ちょうど急激批評家のあるタイプを思わせるような挨拶のような言葉を表として発表されてある。 素人は学ぶところがありません。演奏家、作曲からはどのような感想を持ってああいう批評を読まれるのでしょうか。音楽は文学よりも遅れて入っているから、理論的、感性的蓄積が未だ決して豊富でない。それに音楽というもの、音の不断の刺激というものが人間の頭脳に生理学の上からどう影響するものか。 非常に研究されるべき神経学、心理学のテーマがあるとも思われます。音楽家の精神内容には、舞台に立つものとして、俳優などと共通の古い伝統の感情のほかに、何か独特なものがある。プラスであるとともにマイナスなもの。彼を一応、音楽家たらしめているが、大音楽家たらしめぬというような矛盾が、 含まれていることを感じます。例えば、作品や技法の上で新しいものを追求しようという熱心さと、その新しいものの質の探求や新しさの発生の根源を人類の生活の歴史の流れのただ中から見出そうとするような思想の規模との間に、具体的な矛盾があるとも思われます。芸術至上主義と隣り合わせて、極めて肥俗な 楽団よあたり、社交性が芸術家に必要な社会性とすり替えられて並んでいます。俳優の生活は、給湯の中からすでに舞台芸術家として新しい生活方法に入っている全身座のような実例がありますが、音楽家には、ここで俳優と並べて言うことさえ無礼であると感じられるような遅れた自尊心。 個人的なな見解が強く残っていいるのではないではしょうか芸術の成果と芸術家の日々の生き方の問題が切実に取り上げ直されても無駄ではないのでしょう文学は常に文章堂の末枝へ堕落する危険を一方に目撃しつつ一方にそれと戦い批判してゆく力を内部的に包含しています音楽が風や統制や 木々の外れのような自然現象ではなくて、社会生活を営む人間の声であることが深く深く理解され、身をもって経験されて、初めて将来の音楽発展への希望の土台も与えられるわけです。1938年1月。